皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説空の奇跡 FC 実況プレイのパート53やっていきたいと思います。ポンプの修理も終えまして、楽しい一晩を過ごした後、茶室に戻ってまいりましたと。その道中ね、やたらとでかい男の人に会ったんですけれども、東方風のね、彼の、正体はさておき、茶室の方で何か異変が起きているみたいです。早速中央工房の方に向かってみましょう。ひょっとしたらね、あの黒のオーブメント絡みで何か起こってんのかもしれない。ん？なんだ？死ぬかと思った。無事で何よりだ。よし、これで全部かね。はい、常勤の方は工房長さん。おお、君たちはエルモから戻ってきたのか。一体何の騒ぎなの？どうやら建物内部で何かのガスが発生したらしい。地下から5階まで煙まみれだ。まさか火事ですか？消火装置が作動してないからその心配はなさそうだ。だがなぜ煙が出ているのか全く見当がつかなくてね。あの工房長さん、おじいちゃんはどこですか？おや、そのあたりに。ヘイゼル君、確認したんじゃないのかね？それが職員は全員確認しましたが、ラッセル博士の退去はまだ。おい、なんだって？まだ中に残っているのか？工房長さん、ここは私たちに任せて。僕たちが様子を見てきます。すまない、よろしくお願いする。私も行く。ティータ君、中央工房のことならいろいろと知っているから、お姉ちゃんたちをちゃんと案内するから。ティータ、わかった、一緒に来て。ただし危なくなったらすぐに戻ってもらうからね。私もついていっちゃダメ。すみません、遠慮してください。即答。でも仕方ないか、くれぐれも気をつけてね。博士がいるとしたら多分3階の工作室だろう。まずはそちらを確認してくれ。了解。それじゃあ行ってきます。あ、ティーターともかくドロシーを連れていかないのは正解だな。おお、これほら、ドロシーは絶対フラフラっとね、勝手なことし始めるから。事故、ストーンインパクト、状態上いらねえんだよな。さあ行くか。うわ、これは確かに煙っぽいわね。あれ、でもあんまり息苦しくないような。このもやは多分かくらん用の煙幕だと思う。フロアのどこかに発煙筒が落ちているはずだ。え？どうしてそんなものが。それはわからないけど、発煙筒を止めさえすればもやはすぐに消えると思う。わかった、見つけ次第止めるとして、ラッセル博士はやっぱり3階の工作室にいるのかな。うん、多分そうだと思うけど、おじいちゃん研究に熱中すると周りが見えなくなっちゃうから。とにかく3階に行ってみよう。じゃあ何、意外とこの煙はそんなに害はないってことなのかな。ここに1個あるじゃん。よしや、これってさっき言った発煙筒だ。ちょっと貸してみて。ヨシュアは発煙筒を素早く解体した。
がなくなったわ。すごい、ヨシアお兄ちゃん。これと同じ発煙筒は他にもあると思う。見つけ次第解体しよう。オッケー。今工作室に向かいつつ他の階の動力が回収していこうか。ううん、ちゃんと生きてるみたい。誰かがエレベーターを使っている最中なのかも。誰かがってもしかしてラッセル博士。いや、それにしてはすぐに降りてこないのは変だ。いずれにせよ上に行くには非常階段を使うしかなさそうだ。うん、そうだね。しょうがない。まあこいつら体力あり余ってんだろう。じゃあちょっと下の階から見ていきましょう。発煙筒があるかもしれない。やるか。あ、あった。よしよしよし。あ、うん、このフラワー晴れましたね。あ、わかった。じゃあ、あれか。煙っぽいところがあったら、その階にはきっと発煙筒があるっていうことなんだろうな。もう煙っぽいね。よし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 。まだ煙っぽいか。3階が工房室なんで、とりあえずじいちゃんに悪いけど頭はし。あった。この階はあと良さそうだ。上の階はどうだろう。もうなんか煙っぽい気がするな。いや、でもこの階には発煙筒はなさそう。なんで煙っぽいままなんだろう。ここまあ煙だからね。ここまで上がってきたのか。じゃああと3階かな。ここ4階だ。ここ工作室だけど気にちょっと。あった。多分これで大丈夫かな。うん、煙っぽくなくなった。発煙筒はどうやら全部回収したっぽいですね。お兄ちゃん大変だよ。機械は動いてるがじいちゃんいねえぞ。いない。っていうかどうして機械だけが動いてるわけ。博士もそうだけど、黒のオーブメントも見当たらない。これはひょっとしたら。ここにいやがったか。あ、アガット、どうしてこんなところに。そいつはこっちのセリフだぜ。騒ぎを聞いてきてみりゃ、またお前らに先を越されるとはな。ったく、半人前のくせにあちこち首突っ込みすぎなんだよ。こんな、相変わらず腹立つわね。あの、お姉ちゃんたちの知り合い？アガットさんって言ってね、ギルドの先輩ブレーサーなんだ。おい、ちょっと待て。どうしてガキがこんなところにいやがる？
アガットはティータを睨みつけたと。おっかねおっかね。ちょっと何女の子を脅かしてんの。言いたいことは山ほどあるが、後回しにしといてやる。それで一体どうなってるんだ。はい、実は、ラッセル博士の姿が見当たらないことを説明した。発煙筒といい、やばい匂いがプンプンするぜ。時間が欲しい。とっととその博士を探し出そう。うん、了解です。おじいちゃん。お、アガット加入。装備とかは？あ、新しくなってる。どうしようかな。とりあえず適当につけとくか。チェックしてないっつったらあと5回なんだけどな。お、あれ、あいつだっけ、こんなとこ。あれ、どうして扉が。待たせたな。最後の目標を確保した。よし、それでは脱出するぞ。ん、用意はできてるだろうな。今の声は。急ぐぞ、エレベーターの方だ。お、じいちゃん。てめえらは。おじいちゃん。ん？アガットクロスな。面倒な。ここはやり過ごすぞ。待ちなさいよ。逃がすか、おら。くそ、間に合わなかったか。もう一歩だったのに。そんな。どうしておじいちゃんを。とにかく非常階段で下に降りましょう。このまま中央工房から脱出するつもりみたいです。なあ、逃げるとしたら町かトンネル道のどちらかだ。急ぐぞガキども。言われなくても。よっしゃ。いや、ここでアガットが加入してくれるのは頼もしいね。他の3人はともかく、ティエタがこの階段の上り下りについてきてくれてるのがすげえびっくり。こっちはね。あ、エステルちゃんたち。おお、無事だったかね。この反応。軍の人間が出てきたから、何があったのかと思ったよ。軍の人間だと。ちょっと待って。黒ずくめの連中じゃないの？なんだね、それは。青と白の軍服を着た礼儀正しい軍人たちだったが、エアレッテンの関所から駆けつけてくれたそうじゃないか。あの軍服は確か女王様の親衛隊だね。かっこよかったから思わず写真に撮っちゃった。親衛隊って、あのルーアンで市長を連行していった人たちだね。でもどうしてこんなところに。おじいちゃんを運んでいませんでしたか。ラッセル博士を。いや、なるほど、エレベーターの中で仕込んだな。間違いない、あいつらだわ。エレベーターの中で軍服に着替えやがったのか。くそ、舐めた真似しやがって。ちょっと待った、それは一体どういう。詳細は後ほどお話しします。その軍人たちはどちらに去っていきましたか。用があるとかで町の方に降りていったが。追いかけるぞ。絶対逃がすもんですか。次、エステルたちは手分けしてサイスの市街区を探し回ったが、とうとう博士をさらった男たちを発見することはできなかった。やがて通報を受けて湖畔の要塞から王国軍の部隊が駆けつけてきた。
詳細は分かりました。それにしても大変なことが起こりましたわね。これは劣気としたテロ事件と言えるでしょう。テロ事件？なんということだ。発煙筒による撹乱と王国随一の頭脳の誘拐、さらに最新技術の塊である演算オーブメントの強奪、許されざるべき所業ですわ。それで王国軍の方はどういう方針で動くんだ？すでにエアレッテン、ボルフトリデ、ソルダート軍用路、セントハイム門に検問を敷いています。賊がツァイス地方から逃げることは不可能でしょう。へえ、ずいぶん手際がいいわね。有事に迅速に対応するのが我々情報部の役目ですから。一つ伺いたいんですが、例の男たちが親衛隊に変装していたことをどう思われますか？そうですわね、由々しき事態と言えるでしょう。というわけでドロシー・ハイアットさん。え、私のことですか？逃走する賊どもの姿をカメラに収めたそうですね。その時の観光クォーツを我々に預けていただきたいのです。でもせっかくのスクープなんですけど。身内をかばうわけではありませんが、王室親衛隊は王国軍の誇りです。彼らの、ひいては女王陛下の名誉を守るためにも、詳しいことがわかるまで報道はどうか控えていただきたい。非公式ではありますが、これは王国軍全体の意向ですわ。仕方ありませんね。詳しいことが分かったらちゃんと返してくださいよ。やい、ご協力感謝します。それと申し訳ないのですが、ブレーサーの方々にはこれ以上の調査は控えて。そいつはできねえな。あの黒装束の連中はずいぶん前から俺が追っている。軍のメンツもあるんだろうが、ここで引くわけにはいかねえよ。仕方ありませんわね。引き続き調査を行ってください。ただし何か分かったら必ずレイストン要塞の情報部に報告してくれるようお願いします。分かった。あんたらも何か分かったらサイス支部に連絡してくれ。了解しました。それでは私たちはこれで。なんだか緊張しちゃった。あの人、リシャール大佐の副官をやってる女の人よね。うん、大佐の代理として調査に来たみたいだね。どうも軍人は肌に合わねえな。まあいい、とりあえず犯人どもはツァイス地方のどこかに潜伏しているみたいだ。ギルドで報告したらすぐに町の外の捜索を始めるぞ。うん。で、何よ、今度は私たちについてくんなとか言わないわけ？ああ、お前らもそこそこ使えそうだ。俺の助手でよければ使ってやる。相変わらず偉そうね。まあいっか、もう慣れちゃった。よろしくお願いします。ああ、気を抜くんじゃねえぞ小坊長。それじゃ俺たちは行くぜ。ああ、よろしく頼む。どうかこの通りだ、博士を救い出してほしい。うん、まあでもね、アガットもエステレ・ヨシアに協力をね、させるっていう点ではそれなりにこの2人の実力をね認めてきてるってことじゃないかな。私ここで失礼するね。ドロシーもご苦労だったわね。ううん、私は何にもやってないよ。私も編集部に問い合わせて何か情報はないか調べてみるね。だからティーちゃん元気出してね。あ、はい、ありがとうドロシーさん。心配いらないよ、エステルちゃんたちが必ずおじいちゃんを助けてくれるから。それじゃまたね。ティータ、
そんな顔しないで。博士は絶対に無事だから。ああ、王国一の天才学者が傷つけられたりするはずがないさ。お姉ちゃん、お兄ちゃん、うん、そうだね、絶対に大丈夫だよね。何しかめっ面してんの？なんでもねえ。時間が欲しい。とっととギルドに行くぞ。この男がおいおいな、このティータのためにね。一生懸命奔走するいい兄気分になろうとは、兄気分で通用するかわからんが、とりあえずだ、あのアガットの CP がないので回復しとこう。とりあえず遊撃士協会に行って何か情報がないかっていうのを調べた方がいいよね。お、いいところに戻ってきたわね。あれ、あなたは。おや、エステルさん、ヨシュアさん、お久しぶりです。お元気でしたか？アルバ教授じゃない、サイスに来てたんだ。何、護衛を頼みに来たの？それどころじゃない、犯人たちの行方が分かったわ。何、この人はその目撃者。え、なんだと。やっぱりただごとじゃなかったんですね。いやはや通報に来てよかった。実は私、ついさっきまで党の調査をしてたんですよ。党っていうと例の四輪の塔の一つね。平原道の北にあるグレンの塔だな。ええ、そしたら軍人が数名中に入ってくるじゃないですか。最初は王国軍の調査でもあるのかと思ったんですが、影から様子を伺っていると、誘拐だの逃走ルートだの不穏な言葉が出てきましてね、気になってしまったのでこちらに通報に来たわけなんです。その軍人たち、どんな軍服を着ていましたか？青と白を基調にした華麗な軍服を着ていましたが、間違いねえな。さすが女王陛下の国、軍人までも洒落ていますね。決まりだな、グレンの塔に急ぐぞ。うん、わかりました。あのお姉ちゃんたち、お願い、私も連れてって。ティータ、それは。こら、ちびすけ。え、あのな、連れていけるわけねえだろうが。常識で考えるや、常識で。でもおじいちゃんがさらわれたのに、私時間がねえからはっきり言っておくぞ。足でまといだ、ついてくんな。ちょっと、少しは言い方ってもんが。黙ってろ。てめえだって分かってるはずだ。素人の、しかもガキの面倒を見てる余裕なんざねえんだよ。それは、間違ってることは言っていないんだが。ねえ、何か言ってよ。残念だけど、僕も反対だ。あの抜け目ない連中が追撃を予想してないわけがない。そんな危険な場所にティータを連れていくわけにはいかないよ。ごめん、ティータ、やっぱ連れていけないみたい。エステルお姉ちゃん、ひどい、ひどいよ。ティータ。待った、エステル、今はそっとしておこう。一刻も早く博士を助けて彼女を安心させてあげるんだ。わかった、確かにそれしかないかも。ったく、
余計な時間を取らせやがって。キリカ、軍への連絡は任せたぞ。ええ、そちらも武運を。どうやら大変なことが起こっているようですね。くれぐれもお気をつけて。いや、にしもアルバ教授のおかげでいい情報を得られた。早速グレノトンに向かいたいところですが、まあ、その様子はまた次回やっていこうかと思います。では英雄伝説空の奇跡 FC 実況プレイパート53、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。